まつ、これやりたかった。そうだよね、ともさんって今日初コメに近い、前に1回ぐらいしてくれたけど、結構最近のリスナーさんってイメージなんだけど、結構古いの、ともさんは。サムネ変えた？それか。なんか日曜のスパーリングの時に打ってくれたかな。コリンセどう？コリンセどう？よくなった。ニコ生から見てんの？超古いじゃん、ともさん。なんかコメント打つ人っていうイメージがあんまりないから、俺は初見さんなのかなと思ってたわ。そうなんだ、ずっと見てくれたんだ。あー、ありがとう。え、体調悪そうに見える、やっぱり。お、マジか。どうもありがとうございます、覚えてます。うん。懐かしい。この平さんね、体調悪そうに見える、うん、おはようございます。小杖さん、風はちょっとやばいですね。こじらせてます。生駒さん、初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワードです。24秒でした。これなら大丈夫。あ、そう、それでも24秒ラがあるんだ。多分ね、コリンセイさんスマホなんじゃないかな。スマホだとね、多少ラグるんですよ。ネクさん、おはよう。楽しんでいって。ワドさんの配信は初めて見ます。ワドさん知ったきっかけは、ニコ生でロハコさんとの配信を見たのきっかけです。あの時はよくわからない人だなと思ってました。あ、ゆうさん、ありがとう。もし面白かったらフォローしていってください。はい、スパのアーカイブ？スパーリングのアーカイブ？あるよ、あるある。あのね、もしスパーリング見たい人がいたら、俺のね、YouTube 登録しておいてもらえると嬉しいんですよ。Google の Gmail とかあったら、チャンネル登録ができるんで、今貼るよ。前回のスパーリングこれだな。ちょっと待って。これが、僕のチャンネルなんで、これチャンネル登録しといて。スパーリングの動画貼っておきます。はい、ワード2、さくらさん、芝子さん、おはよう。マック Q さん、これ URL。うん、登録しておいてもらえれば、スパーリング何個かあるから、今、先週のスパーリングの動画ピックアップしたから、もしよかったら YouTube チャンネル登録してください。うん、アーカイブあるんで。え、今、URL 貼ったやつだよ。見れない？これ。URL 貼ったよ。これチャンネル登録しておけばアーカイブ全部見れるから。うん。ちょっとね、なんか体調崩しがちだよね、最近ね。風邪じゃないと思ってたんだけど、思いっきり風邪だからね。思いっきり風邪ひいてる、今。マック Q さん、よろしくお願いします。仕事まであった。あーって関節痛い。疲れはね、溜まってくんだよね。もうね、要は体の限界までやってるんですよ、本当に。なんて、それそうだよね。走ったこともない。20分走るのもきついおっさんだから、みんなからするとアマちゃんみたいなトレーニングだとしても、俺からすると拷問クラスに頑張ってるのよ。追い込みまくってるのよ。なんかさ、スポーツ選手とかプロのアスリートのメニューをやらせようとするじゃん、コメント欄で。もっと走り込むとか、ダッシュ何本とかさ。ちょっと待てと。運動したことない32歳のおっさんにそれを強要するなと。お前らと一緒だよっていうさ、最後まで見てなくて。僕はいつも言ってるのは、僕の配信は全部ネタだって言ってますね。配信者はもう台本とか絡みのネタっていうか、
僕は全部ネタだと思ってます。もうプライベートも含めて全部ネタっていうのが俺のポリシーです。あれが本当だったの、嘘だったのっていうのは、なんかそのプロレスラーって本気で戦ってるのと同じ質問に聞こえるんで、そこはまあ皆さんの、思うところでいいんじゃないですか。あれは台本だったのかとか本気だったのかとか。はい、それは見てくうちにわかるからさ。本当の試合ですよ。K1 とはね、K1 よりもちょっとルールが違くて、ムエタイルールっていうのが正式な言い方かな。肘と膝と首相撲がありなんですよ。K1 はね、肘と膝を禁止してるんですね。これは、僕のルールの場合は、ムエタイルールです。要は、もっと危ないルールだね。要は、こういう技があり。これね。要は、パンチにかぶせて肘ぶつけてもいいのよ。エルボーっていう。エルボー？ラリアットみたいなの可能なの。危ないじゃん。ボクシングでもここ当たったら危ないのわかるじゃん。なんかこうパンチ振りかぶってそのまま突っ込んじゃうとかできる。なんか喧嘩ルールに近いっていうか、より実践的とも言えるしね。危ないルールですね。そうだね。体が覚醒っていうか、その、ちゃんと動ける普通の体になるのが目標だから、俺は。中学生ぐらいの標準的な運動神経でいいんだよ。おはよう、ラリラリさん。普通の体を手に入れるっていう。ちなみに台本は一切ないです。台本はないですね。台本あるんだったら練習しません、僕は。リングの上で殺される恐怖ですよ。毎日夢に見てますよ。テルチャンピンにボコられる夢を。怖え。危ないよ。本当に大怪我するよ。鍛えておかないと。相手の技避けられないと、大怪我する。だってね、腕とかももう、なんか、色変わってるでしょ、この辺とかなんか。こことかさ。バックブローの練習して、ここか。バックブローの練習して、内身でさ、色が変わってたりとか。そうそう、拳とかもこんな感じになってる。これ擦り傷だから痛くないんだけど。こういうあざがもう体中にある。練習だけで。真っ黒になってるところもあるし。痛いっすよ。スパーリングでね、手加減してこんな感じなんだから、本番なんてやばいよ、もうほんと。ボッコボコになるよ、顔。ボッコボコ。まあ、それがね、格闘技だから。それビビってたら終わりですよ。自分でやるって決めたわけだからさ。みんなアイテムを誘うリスナーのアイテムの投げ方ってあるんですかね？みんなのアイテムを誘うリスナーのアイテムの投げ方。いや、要は俺が誘導するってこと？簡単だよ。アイテムくださいっていうことだよ。これ絶対鉄則だから。要は配信者って求めたものしか答えてもらえないんだよ。受け身だったらダメなんだよね。俺の悪いところは極端にアイテムくださいって言わないところなんだよ。本当は言っていいんだけど、なんかね、そこ失礼なんじゃないかと思って。テルジャンピンの体重差は何キロぐらい？俺が試合決まった時はね、6、70キロぐらいだったのかな、俺の体重が。で、テルジャンピンが65キロぐらいだったと思うの。だ、体重5キロ差だったんだけど、体重制限がないって聞いたから、俺が体重増やして、先週まで82キロまで増やしたの。もう体重100キロでぶっ潰してやろうと思って。ただ、そしたら、もう体が動かなくなっちゃって、脂肪が増えちゃって。で、今減量して、今なんだ？ 70 何キロになったかな？俺が今77かな？で、相手は65キロぐらいだから、10キロぐらい差あんのかな？50キロ台だった。死ぬよ。やばいよ。飯食わないとね。なんだかんだ言って、あと2ヶ月。ほんとだね。もう3ヶ月残ってないのだ。もう2ヶ月か、あと。
やべえな。やばいね。そんなか。なんか俺がお願いしてるのは、本当に面白いと思ったりとか、いい枠だなと思ったらアイテムくださいっていうふうにお願いしてる。またこの配信見たいなとか、頑張るよみたいな感じでさ。あんまり強要したくないんだよね。テレゾンビやばいっしょ。50キロ台って、もう体重差ありすぎるよね。そうそう、あえて太ったの。だから体重減らしたり増やしたりするのは結構得意な方だから、そこはね、コントロール結構しやすい方なんですよ。自分的には。だからそこは、苦じゃないですね。自分は。全然できます。ただまあ、結構技が増えてきたりとか、フットワークが増えてきたんで、どうしても体動かないと体壊すんですよ。なんでかっていうと、膝がダメになるのね、デブになると。膝が脆くなるっていうか、体重を支えきれないのよくわかるんだよ。だから適正体重にしようと思ってる今。50キロ後半？マジで？死ぬぞ。この体重差勝たないとシャレにならんぞ。まあ、勝つんと思ってますけど、100%勝てると思ってますね。もし仮に今日試合だって言われたら、多分100%勝つと思ってます。やっぱジムとか行くようなのかな。いや、俺はね、公園でスパーリングやってるね。公園でスパーリングやってる。俳優張り？なんだろう、俳優張りって。まあ全然今だったら100%勝つだろうなっていうのが自分の読みなんだけど。試合の対戦は各自のウェイトは格闘経験、年齢なので力に効くものどうして、そういう風になってますね。はい。いや、体重差ちょっとやばいと思うよ、増やさないと。練習見ます？前回のスパーリング動画見ます？もしよかったら。見たい人がいたら、動画流しますよ。もしいたらね。体重差結構やばいよね。順調っていうか、まだその体調が万全の時にスパーができてないから、なんだろう、今その体が8割9割マックスとかのトップギアの時に練習ができてないの。本当に体調悪くて、もうなんだろう、60%ぐらいの力しか出せてないんだよね。見る。オッケー。どうしようかな。ちょっと待って。これ消すか。ちょっと待ってね。あ、芝子さん頑張ってください。いってらっしゃい。いってらー。映ってる？映ってます？アイテム誰かが投げたら後に続くみたいな流れになると先投げたいですよね。あ、ありがとう、みーすけさん。みーすけさん、風船20個ありがとう。ともさん、ハートありがとう。まささん、風船5個ありがとう。みんなありがとう。キャプれてる？じゃあ流しますよ。OK でしょうか。前回のスパーリング流します。
こうなったら一回止めてね。大丈夫、びっくりしただけだから、先輩大丈夫、大丈夫。これも大事な点検なんだ、はい、要はパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだろ、はい、今大体その思いっきり取ってないよ。だからその今俺はポイントで取ってくれてた。だからその桃影が入ってたらどれだけ痛いんだって。だからとにかく来たら半分遅れて、半分遅れて当たらないけど、今切りたいがために棒立ちました。だからこれ来たかも。で、お願いします。ローキック一発でもう動けなくなりましたね。なんかみんなね、多分プロの試合とか見てるから、で、あと蹴られたことないからわかんないんだけど、この人地下格闘技25戦やってるくらいもうベテランなんですよ。今僕のスパーリングを相手していただいてるリスナーさんなんだけど、地下格闘技も要はバリバリやり合ってる人なんだよ。だから的確に当たるとね、一発で動けなくなるよ、うん、もう足が痺れてもう立てなくなるんだよ、ちゃんと入っちゃうと。みんなプロの試合に慣れすぎなんだよね。あれってすごい技術力あるんだよ、本当は。さばきをやってるから効かないとか、もうもらい慣れてるから効かないとかな。下がっておけない、下がっておけない、回っておけない。お、アイスいいね、左。この時スタミナ大丈夫だな。うん、この日はね、まあ、おとといなんだけど、昨日か、おとといか。風邪ひいてたから、もう2ラウンド目後半は動けなかった。もう肺が呼吸できなくてさ、ひどかったよ。だから途中で倒れちゃうね。このラウンド終わった。もうガードが下がって動けなかった。だからスタミナ全開の時にやってみたいよね、一回。多分3分3ラウンド今動けるから。体調管理がよくできてないの。要はオーバーワークしすぎなんだよ俺。練習やりすぎなんだよ。こっからひどいね。こっからもうずっとガード下がって、もうスタミナ切れ。こっからはもうひどいね。もう呼吸したくてしょうがないっていう状態。息吸うのでいっぱいいっぱいみたいな。
腕も上がんないし。これになったらもう負けだよ。もうパンチ打てない。もらったろう。今でも痛いよ。ずっとアイシングしてる。プロではないよ。あのプロっていうのはお金、事務所に所属して、事務所っていうかジムに所属して、要は登録してる人がプロなのね。地下格闘技っていうのはあのプロじゃないから。ネットつながった。マキルさんいらっしゃい。つながった。ドレさん、ドレさん、ドレさんは俺のコーチだから。あ、これがこんな感じですね。こんな感じですね。リスナーのリトマス紙みたいになってる。どういうこと？リトマス紙って。まあこれが現実でした、僕の。はい。うん、これが現実です、うん。強いとか弱いとかじゃなくて、この程度の実力しかないっていう。良くも悪くも。いや、あのね、動き自体はこの日はそんなに悪くなかった。1ラウンド目の動きは。だから、これが続くかどうかだね。うん。超至近距離になったら、あの、ドレスペシャルっていう、俺が勝手にドレスペシャルって呼んでんだけど、ドレさんのオリジナルの必殺技が1個あるから、それはもう大体感覚つかめたから、超接近して相手がクリンチしてきたら俺の勝ち。うん。俺は感覚的に身についてる。タバコ吸うよ、全然。谷中さん、谷直さん、スースー。でもまあ、やっとジャブ打てるようになったかなっていう感じだね。うん、こっからあと2ヶ月で磨き抜いて、もうワンツーだよ。ワンツーワンツーワンツーでひたすらもう、ワンツーロー、ワンツーロー、ワンツーワンツー、ツーワンツー、うん、ロー、ロー。もうこれだと思うよ。ひたすら。スタミナ勝負っていうか、あの、風邪ひいて、9ラウンド練習した後これだから、しょうがない。そう、前の日も、あのずっと練習してるしね。ちょっとあの体調管理がうまくできてないんだよね。限界までやりすぎなんだよ。ちょっとアラーム止めてくるね。まだまだダメだけど、最初の頃に比べたらね、シャドウを打てるように、シャドウも綺麗になってきたような気がする。ようやくね。本当だよ、風邪は本番前じゃなくてよかったよ。本当に本番前だったらアウトだったよね。
だから napakahalaga ng bawat tawag sa ating pamilya. Dapat sigurado dahil every second. Takamisan, ohayo. この辺とかがだいぶ変わってきたかな。ちょっと待ってね。見えてるよね。シャドウ、これが1ラウンド目のシャドウだったけど、そんなに悪くなかった。これはあの練習ジャブだからあれだけど、前と比べると全然良くなってるよね。だって最初の本当に練習初日なんかさ、あの1分持たなかったんだもん。1分動けなかったんだもん、シャドーボクシングも。今10ラウンドシャドーできるもん。だいぶ変わったよ。今こんな感じかな。そんな遅くないでしょ。ガードも下がらなくなったし、顎引けてるし、綺麗になってきたと思うよ。まだダメだけどね、最初に比べたら全然いいと思う。悪くないでしょそんなに。放り投げんだ、放り投げ力入れんだ、最初と当たる瞬間に銀が、あと放り投げて、だいぶ様になってきたよね。ああ今の良かった、今のジャブ良くなってるよね。うん、改めてこうやって見ると全然違うもんね。この時が練習開始から、これは、練習開始からもう本当にウォームアップが終わったぐらいだね。だから体力がある時の動きがこれだね、シャドウが。だから練習の最後2時間練習して1時間半ぐらい経ってからスパーだから、で風邪ひいてたから、まああなっちゃった。だから前回の時にスパーやってみたいんだよね。そう、体力全開だったら多分いい試合できると思うんだよね。シャドウだったら絶対3分で上がることないから。ねえ、前よりはね、やっと形になってきたって感じだよね。体重増やしてたの。体重ね、15キロぐらい増やして、今絞って4キロ落としたから、トータル11キロ増量してるね。肩とか腕とか太くなってるでしょ、足とか。でもまだ腹がちょっと出てるよね。広背筋も出てきたかな。筋量は上がってるよ、結構。筋肉の量はもちろん上がってるけど、脂肪がちょっと邪魔だね。もうちょい絞らないと。筋肉の量はもうこれ以上増やさない。足腰鍛えるけどね、土台しっかりさせるために。最後ラッシュしよう。30秒、コーナーに追い込んで。音ずれるな、やっぱり。この音ずれもったいねえよな。倒す倒す、うん、あいい、不自由や。まあこんな感じだね。
今170ですね、つら。やっと左のジャブが武器になるかなと思ってきたかな。左のジャブまだまだ磨くけど、ローキックとジャブだね、うん、そんなに悪くないと思う。ただ体調悪い、だから回復が遅いんだよね。1分で体を休めないといけないからさ、1分で全開させないといけないから難しいんだよ、呼吸ができないと。疲れてきたら自分の腕重く感じる。重くっていうかもう体が動かなくなるね。腕だけじゃなくて足も、はい、もう呼吸することでいっぱいいっぱいになってくの。だからガード下がるし、手打ちのパンチになるし、要はダダコパンチみたいになってくるっていうか、もう体が言うこと聞かなくなるって感じ。例えばなんだけど、ラリラリさん一番わかりやすいイメージが、全力疾走で100m ダッシュを2本やるんだよ、連続で。10秒ぐらい休憩してダーって走るすんじゃん。その後に誰かと戦えって言われてる感じ。もうはぁはぁはぁってなってるじゃん。その時に、よし今から殴り合いなって言われると無理ですってなるじゃん。あれに近いかもしれない、感覚としては。もう全力で走り切って、体力を使い切った後に殴り合いするみたいな、それが突然来る感じかね、体力の切れっていうの。腕が重くなるとかじゃないんだよな。だからいかにその体力を使わないでインパクトあるパンチを打って防御しつつ相手を攻撃するとか、そういう感じだね。そう、ただ耐えるから。だんだんね、力ができてきてるから。これはね、彼女にいつも練習付き合ってもらってて、彼女に打ってもらって避けたりする練習してんだよね。ポジション取りだね、要は。彼女にはパンチ当てないけど、そのイメージをつかむために彼女にパンチ打ってもらって付き合ってるの。付き合ってもらってるの。ああ、いいパンチだ。まあ、こういう感じのトレーニング日曜日にやってるね。新しいネオであなたの可能性は広がる。イメトレよりも実践が100倍いいね。100倍いい。実践に勝る経験はない。全部実践からやっぱこうしなきゃダメ、ああしなきゃダメって思ってるね、うん、この攻撃と防御を同時にできるようになるといいんだけどね、まだ慣れてないっていうか。10秒休憩って休憩したことになる。やっぱ10秒でも休憩は休憩ですよ。なるべく休憩は長い方が嬉しいね。攻撃と防御を同時にやんないといけないんだ。そうそう、避ける感覚を養うっていう。本当は避けながら打つのがベストなんだけど、まだそこまでセンスはないかな。攻撃の時は攻撃、防御の時は防御ってなっちゃってるね。上手い人だと避けながら打てるんですよ。しかも腰が入ってていいパンチを。それはね、やっぱ足腰が強くてフットワークとリズム感が良くないとダメだから、そこは俺の課題だね。このどちらかしかできてないっていう、その実践経験が少ないんだろうね、多分ね。まだまだですね。なんとかあと2ヶ月でうまくやらないとなぁとは思ってるけど、これがなかなか奥が深いんですよ。
まあ、あとミット打ちの練習とか、こういうね。もう前にミット打ちやってるかな。ミット打ちどこでやってるの？この前か。練習が全てだね。もうこれは2時間ずっとこういう練習ばっかり。まあ地味だけど、もう練習が全てだね。音ずれてんのもったいねえな。なんだろうな、この音ずれ。ちょっとひどすぎる。楽しいよ、やっぱり体を動かして技術を磨いていって強くなってる実感があるっていうのは。まあ、ミット打ちの練習とか。ああ、ドリジンさん、ありがとうございます。このジャブ良くないね。距離感が分かってない。全然良くないジャブ。このジャブはダメ。もっと遠くていい。手打ちになっちゃってる。ダメだな。ダメ。ダメ。足がダメ。ダメダメダメ。これじゃ倒れない。足がダメだ。ドレさん20年だね、総合格闘技歴。ダメだな、これダメ。メダメ、これはダメ。手打ちだよ、こんなんじゃ倒れないよ。音良くなってきたな。ダメ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 、こんなのひどいな。これはひどい、これはひどい。ちょっと体力なくなってくる。雑になるな。これはひどいわ。ちょっとひどい。この辺前蹴りのさばきか。前蹴りのさばき方だ。ディフェンスが一番難しいよね、やっぱり。なんかこう理屈では分かってても反射でできるようになんないと。どうだろうね、一回リングに立ってみないとその感覚味わえないからね。もしかしたらハマっちゃうかもね。格闘技の大会出たいってなるかもね。
正中線、この位置だと、はい、こっちも当たるで、そっちも当たるで、一番いいのは、本当はこの正中線をずらして、腕長えな、俺腕長いね。おはようさえさん、おはようございます。ここに受けてちょっとずらして、そう、俺のパンチはより近い距離で当たる、そっちのパンチは当たんないんだ。だからちょっとずつ軸ずらして、ありがちなお見合いするとき正面がよく見たいと思います。そこすごい危険なんだから、そっちは動かないので、少しバレない程度にちょっとこっちにずれてる。そっちは当たんないけど、こっちのも当たるんだ。もっといいのは、この位置一番いいよね。勝利にかなってる。ミトルさんイケメンだよ。かっこいいよ。スタイルいいし、イケメンだし、強えんだもん。これはモテるよ。ダンディーですよ。しかも紳士だからね。ドレさん、女のファンめちゃめちゃ増えると思うよ。今回のイベントきっかけに、超モテモテになると思う。女の子がほっとかないでしょ、こんな素敵なおっさん。俺は女だったら惚れてるよ。かっこいいよ。見てください、このとろりとしたたまご。うまそうだ。なるほど、わかりました。左に回るんだけど、少しずらして。あー、なるほど、紳士だよ、ドレさん、紳士。すげえ。もっと上になってくると、ここまで、ここまでの時バレるんですよ。だからバレないように、ほんのちょっと、これほんと価値のある、価値のあるトレーニングっていうか、もう金払ってもこんなん教えてもらえねえぞ。ほんとほんとにすごいこと教わってるよね。でも今の展開になるよ、仕事同士はもう。何回でも見れるもんな。一番最初の練習見てみるか。一番最初の練習何週間前だ、見てみようぜ。ちょっと一番最初の練習、どれだけヘタレパンチだったか。もう3週間4週間ぐらい前だけど、改めて一番古い練習動画見てみようか。打倒テルチャンピン、マウスピース作る枠だからこの辺だな。マウスピース作る枠、練習枠どこだ。あー、ロハコさんとのコラボ、ギター弾いてる、コンドームマンやってる、この辺じゃないな。どれだけ変わったか見てみましょうか。マウスピース作って、これか。多分これが初日だな。これが初日だ。うん。これが初日だ。練習。この辺かな。これは多分ね、練習一番最初にやったのは2月13日だから1ヶ月前だね。1ヶ月前の練習、あ、もうダメだね。もう全く分かってないよね。全く分かってないよね。足もさ、ぐちゃぐちゃに動くしさ。これひどいわ。これはひどいや。これはひどいね。見てて恥ずかしいわ。こんなの勝てないよ。あ、これはひどいわ。2分、あと1分、ダメだこれ。これひどいわ。これじゃ勝てねえわ。3分遊んでるだけだね。
のんちゃんなんかやってるし。のんちゃんは誰と戦ってんの。かわいいな。のんちゃん誰かと戦ってるよ。ファミコンのゲームみたいな動きだな。チョコありがとう。付箋ありがとう。のんちゃんかわいいです。のんちゃん運動神経いいんで意外と。ハリーのんちゃん出すか。ああ重い。いいよ。楽しいね。怖えなやっぱ。あ、痛え。やべえ、のんたんので痛え。やべえぞこれ。のんたんので痛え。やべえ、ほんと久々殴られた。そうだね、バンテージも負けなかったね、コロコロはね。のんちゃんの背低すぎるからボディも低い。、うん、ダメだね、前かがみすぎるね、うん、よかったわ、ドルさんに教わって。こんなん勝てないよ。こんなん勝てないよ。さあ、のんちゃんさ、フック打ってきてもらえる。こんなの勝てない。フックだっつったら、フック。ゆっくり。フックを大山に入れてるからな。簡単。いいよ、いいよ。こんなん膝当たるかんね。分かってないよ。今考えると、こんな練習全く意味がないから、膝もらうだけだわ。蹴られて終わりだわ、こんなん。ごめん、よかった、ドレさんに教わってよかった。俺死んでたわ。 100% こんなの死んでたわ、こんな練習。おはよう、たかやん、おはようございます。あ、よかった。マジで今絶望的だわ、こんなの。こんなん絶対勝てねえよ。ていうかこの頃バンテージ持ってないんだね、まだ、うん、素手でやってるもんね。いやー、よかった。どんぐらい線いいな。恥かくところだったよ。これはやばいっすね。これはダメだわ。空手で行こうかな。向こうが練習してないならボクシング、キックボクシングスタイルじゃなくてよくね。はい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 。よかった。あ、危ねえところだったな。危ねえところだったわ。そうですね、ドレさんに教えていただいてますね。僕の師匠はドレさんです。ドレイズムが流れてますよ、僕。格闘家としての技術は全部ドレさん、格闘家じゃないけど技術は全部ドレさんから教わってます。だから俺が負けるっていうことはドレさんに恥かかせることになっちゃうから絶対負けらんないんだよ。ローキック一発で終わるんだろ。だからその今ポ、俺はポイントで蹴ってくれてた。だからその桃缶が入ってたらどれだけ痛いかって言ったら、だからとにかく来たら反応しないと、反応遅れて当たらないと。今蹴りたいがために棒立ちました。だからこれ来た反応。 OK、 お願いします。
スピードだな、スピードとコンボだな、本当に。大阪先輩身長どれくらいなんだろうな。一発だけこれだっていう綺麗なジャブがあるんだよね。これだっていう、これこれこれ、このジャブがねすごいいいジャブだったんだよ。これがね理想のジャブ、これこれこれ、良くない？俺ねこのジャブだけはね、この動画の中で本当に理想とするジャブがねこの2発なんですよ。その相手を追っかけるジャブ、これこれ今の見えた、これねすごい良かったんだよね。これこれと この後に来るステップインして、あこれ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 、このジャブすげえ良かったんだよね。もう腕伸びきってて相手にヒットしてるし、これをね毎回出せるようにしたいの。これがね手応えめちゃめちゃあったんだよな。このジャブもう完全に伸びきってるし、インパクトあるし、その体重も乗ってるし、これをこれが毎回このジャブが出たら多分本当に綺麗だなと思って、これを追っかけてるんですよね。これは練習してきてよかったなと思ったジャブだね。追いかけるジャブ、この後に来る2連打、これこれこれはもう絶対もう大会までに全てのジャブがこうなるようにしたいね、うん、そしたらね飛び込めるんだよね。そう相手の間合い詰められて自分の距離に一気にできるから、遠くから相手が嫌がるんだよ絶対。これはでかいよ。あのジャブ良かったんだよな、手応えが。これだっていう。これダメ。あのジャブを感覚で磨いておかないと。このジャブだな。やっぱあれだな、ジャブって奥義だな。ジャブですな。ジャブ前蹴りロー、バックブロー、ソバット、伸びきるジャブを極めないとね。手数打ちは当たるから、いつかは。最初は当たんないかもしんないけど。あのジャブの感覚を覚えておかないと。このジャブはダメ。こっから、こっから追いかけるジャブ、相手が下がったら追い打ち、追い打ち、これこれ、そう、このイメージを、このイメージを絶対忘れない。このイメージだな。飛び込んでステップインしながら、これだな、これ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 、戻しもいいもんな。これ絶対武器になるから。
これいい、これは綺麗。何回見てもいいな、これ。これ何回見てもいいな。何回見ても素晴らしいな。これなんだよ。これ。何回でも見れるわ。あ、これ。うん、これこれ。戻してもいいんだよな。これは練習の成果ですよ。相手も16オンスだよ。相手も俺も16オンス、全く一緒。ドルさんの本革のいいやつだけどね。俺のは合成の革の安いやつ。このイメージ絶対忘れない、うん、このイメージ、このイメージ、そう、これいいんだよな。これを忘れない、絶対。これすごくいい。正中線ブレてないし。これどういうことかって言うとさ、ん？なんか音楽鳴ってる？これだとカウンター絶対取ってこねえかんな。手打ちのジャブはあの牽制にならないね。相手が嫌がるのはやっぱ下がらせるジャブだから、下がったらこっちのもんだから、追いかければいいだけだから、これは有利だよね。だからクリンチしてきてる、うん、だからもうジャブで距離詰めて牽制していけるようになったら勝つわ。これジャブでのけぞらしていく、うん、さあ追っかければいいっていう。でクリンチしたらもう組んじゃって膝と。ジャブだな、やっぱジャブジャブジャブだな。ジャブジャブ、このジャブ、このジャブ連続で打てるようにならないとな、まあ、こんな感じですね。だんだん分かってきたよ、俺がやるべき課題はこれですよ。だんだん分かってきたね。おはよう。ヤギタンさん、風船5個ありがとうございます。ありがとう。おはよう。
コーヒーも切れたか。雨まだ降ってんのかな。もう切るか。雨降っとるな。風ですね。バレました。風邪ひいてて体調絶不調ですね。なんだろうね、最近風邪ひくことが多くてさ、そうすげえ体調悪いんだよね。気持ちは全然あるんだけどな、一回体休めた方がいいのかな。どうしよう、なんか練習してないと不安なんだよね。なんかすぐ体力なくなるの分かるから。でもね、これ風邪悪化させたらアウトだもんね。今日練習サボろうかな。どう思うみんな。明らかに風邪は風邪なんだよ。もう喉やられてるし。どうしようかな、練習休もうかな。やりたいこといっぱいあるんだけどね。もう4日間ぐらいずっとこの状況だね。まあ治りかけかなとは思ってるけど、この痰とか喘息みたいなのを治さないと、インターバルで呼吸が整わないんですよ。戦えて3分とかなんで、結構厳しいものがありますよね。どうすっかな。風邪ひいてでも頑張ってるの過ごすと、たまには休んでもいいと思う。ねえ、サボり癖はつけたくないし、ちょっとこれは体直すの優先した方がいいんじゃないかななんても思ってるんだけど、練習したいですね。今はとにかく練習したいっていうのも、なんかやっと手応えがある技がいくつかあるっていうか、これやったら勝てるみたいなのがやっと出てきたんですよ。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうじゃなくて、勝てるイメージがだんだんついてきたんで、風邪直したからの方がいいかな。なんかすごいさ、応援していただいてる人たちになんか申し訳ない気持ちになっちゃうんだよね。もう宣言するか、2日休むって。トレーニングは記者会見まで休もうかな。記者会見23だから、今日と明日休むか。そうするか。雑談だけやるようにしようかな。トレーニング2日休もう。体もう壊してるで。その代わりストレッチを重点的にやろうか。体柔らかくするっていうのを重点的にやればいいもんね。そうしようかな。柔軟体操に時間割いて、そうしよう。ちょっと2日休むわ、トレーニング。この風邪治すことに専念して挽回させよう。そうします。
そうするわ。本当はやりたいんだけどさ、このままじゃ戦えねえもん。体調管理もね、仕事みたいなもんだからね。休みます、休ませてもらいますね。雑談、この2日間は格闘技離れよう一回。そうしよう、休養を取ろう。釈迦ちゃんも、そうだね、多分ね、釈迦も風邪ひいてたんだよ、今考えると。やっと飯食えるようになった。仕事何してんの？配信ですね。僕は仕事、配信が仕事ですね。これで飯食ってます。プロ配信者です。よかった。死んじゃうんじゃないかなと思って、ちょっとハラハラしたもん、今回は。やっとね、お風呂も入ってご飯も食べて元気になったからよかったけど。バレーニョさんいらっしゃい。あれ、仕事行ったんじゃなかったの？バレーニョさん仕事行くって言ってなかった？エアー仕事。どうしたの？帰ってきた？初見さんいらっしゃい。 YouTube からウェルカムです。もしよかったらソラミさんフォローしてってください。浅井さんが大好き。浅井さんめっちゃいい人っすよ。浅井さん本当に心が綺麗で本当に大好きな人ですね。尊敬してます。あんなに素晴らしい人いないですよ。もし生放送は生放送で面白い部分いっぱいあるんで、もしよかったら生放送ぜひぜひ遊びに来てください。これからもフォローするっていうボタンがあると思うんで、フォローしてください。ぜひニコ生やめてよ、もう全くやってない、もうニコ生はいいかなっていう、お腹いっぱいだなと思ってて、ふわっちがすごい楽しいんだよね。ここすごいいいサイトだよ。メインは完全にふわっちで、もうニコ生全然半年ぐらいやってないかな。もうふわっちでいいっすね。僕は全くやってないね。たまに遊びでやってもいいかなと思うけど、もったいないんだよね、その時間が。ヤギタンさん、浅井さん大好き。浅井さんいいよね。すごい人だよね。あんなに心が綺麗な人いないよ、なかなか。俺、浅井さん大好きだな。最近ね、全然会ってないけど、遊びに来なくなっちゃったね。忙しいんだろうね、浅井さんも。
きっぱりやみすぎ。いやまあ、弾くときは弾かないとね、やっぱり綺麗に。やっぱニコ生じゃ才能なかったんだよ、俺は。あんだけ3年間あれだけ続けてさ、大手になれなかったんだもん。才能なかったんでしょ。やっぱ、その場所ってすごく大事だと思ってて、俺は。環境とか場所とかは。まあ、縁がなかったんだなと思って割り切ってるよ、正直言うと。ニコ生に関しては。ここはね、きっぱりやめていかないと。引くときは引くで。新しいフォロワーさん、ソラミさんフォローありがとう。俺、持病持ちだから長時間仕事できないから、早朝2時間だけ働け。あ、そうなんすね、バレーニオさん。なるほど、なるほど。でも、働くっていいっすよね。僕も生活保護を受けながらなかなか働けなくて、後半やっと働くようになったんですけど、やっぱ働くと心的にいいっすよね。その社会貢献してるし、その人とのつながりができるし。そうだね、穏やかなところが一番いいね。荒れてるところは本当ストレス溜まれるだけだし、稼げないし、やっぱ楽しいところでやるべきだよ。穏やかな方が、俺は結構なんか、なんかアウトローって誤解されてる時期もあったけど、これ本当に人のこと罵ったり煽ったりとか、悪口とか大嫌いだからさ、また愛してるのが性に合ってるんだよね。すごくのほほんとしてさ、のんびり屋さんだから結構マイペースに、そういうのが好き。そういうのはいいなぁと思うね。拳の形ちょっと変わったな。なんかストレス抱えるのはやっぱ良くない兆候だからね。何かしらがずれてるってことだから。だから合わなかったんだろうね、ニコ生が。そこはきっぱり撤退だね。やったらまた楽しくなってずるずるいっちゃうからさ。そこはきっぱり身を引くときは身を引かないと。合わなかった3年。まあ何事も3年やってみないと芽は出ないと思ってるのね、俺の考え方は。3年間やらなかったら意味ないと思ってて。で、3年間やって芽が出なかったっていうのは、もう合ってないっていう判断よ。だ3年頑張ったんだもん、本気で。それで芽が出なかったってことは、まあ土壌が悪かったんでしょ。植物がいいね、風に育つっていうのはやっぱ土地だから。俺には合わなかった。凸が合わなかった。俺は何事も3年って決めてるから。実際こっち来てから良くなってるからね。そういえば今朝のスランプの話だけど、今までテロップにしては今月目標みたいなの書いてないから不調なんじゃない？実はね、あれ良くないんじゃないかなとも思って。そうなんだよね、あれやめたんだよね。一回書いてみる、じゃあ。あれよ、そう、あれやめたんだよね。それもあんのかな。やってみようか。じゃあ、復活しますか。これね。おはよう、コノミン、おはよう。そうなのかな、伝わりづらくなっちゃったのかな。確かにね、前続けてたもんね、これ。
ワンコさん、風船ありがとう。そうだね。なんか変えたところに問題があるから、これはやっぱ表示し続けるか。昨日、おととい頑張りすぎて疲れたわ。疲れちゃったの、この身。何頑張ったの？仕事？仕事かなんか頑張ったの？まあ頑張ってるやつはかっこいいやつだよ。意図的にやめてたっていうか、いや、意図的にちょっとやめてみようかなと思って癖になってたね。確かに、言われてみたら、あれは表示した方がいいかなと思って。仕事か。大変だったね。頑張りすぎないで。息抜きも大事だからね。頑張りすぎちゃダメよ。ヤギタン、風船5個ありがとう。ありがとうございます。そうだね。今月全然表示させてなかったね。今日から連休。いいじゃん。ゆっくり楽しんで。連休か。これは3連休上がりで、2日出勤して、記者会見の日は休みもらった。生駒さん、風船10個ありがとう。ありがとう。これ休みだね。休み。2日行ったら休み。記者会見の日が23にあるから、その日は休みもらってるんだ。肺が苦しいな。記者会見は東京だよ。記者会見東京。配信やるのかな、便座さん。配信回すかどうかわかんないけど。風邪ひいてて、ちょっと喘息ぶり返してる感じかな。肺が苦しい。呼吸が 呼吸がちょっと苦しいな。痰が絡むっていうか、ゼーハーゼーハーしてるっていうか。喉の奥の炎症はもう取れてるから、もうじき治ると思うけど。お、千里だ。いらっしゃい。そろそろ仕事行く準備しようかな。そろそろ仕事行く準備しま。髪セットするか。
文鳥文鳥、そうそう、機関船みたいな感じで、ね、肺炎になったらやばいかんね、長引くかんね、肺炎になったらアウティーですよ。おはよう、安彦さん。おはようございます。タバコと肺炎は関係あるとかじゃなくて、関係ないとも言えるし、関係あるとも言えるんだけど、なんて言えばいいのかな。肺にダメージを負ってる状態が肺炎なわけじゃん。まあ、タバコ吸ったらダメだよねっていう理屈だよね。その肺にダメージがあるときにタバコ吸っちゃあかんでしょうっていう。これ壊れてんな。どうしようかな、すぐ壊れんなこれ。どうすっか、鼻悪いんだよね。髪型超絶決まってる？そう？普段こんな感じだけど、全然超絶決めてるつもりはなくて、普段通りって感じかな。うん、もう、お、ニャーいらっしゃい。最近ニャーね、タイミング合わないね。もう出るね。もうちょいした。10分ぐらいした。10分15分ぐらいかな。おしゃれ、そう。そんなことない。あ、もうずーっと若い頃からスーツだったから、ジャケットの方が楽だよね、正直。
もうバイトになったからスーツ全部もう持ってないけど、スーツ欲しいね、新しいやつね。今の体型に合うやつ。うん、行ってきます。ありがとう。働いてるの初めて知りました。あ、そう。あ、でも今月で終わりだけどね、旅に出るから。うん、旅に出るから今月終わりっす。昭和天皇、耐え型起用、耐え忍び型起用、忍びって玉音放送ね。旅ね、不安だよこのままじゃ破産するんじゃないか。頑張ろうね。うん。おう、タンチーありがとう、バーガー。バーガー5個ありがとう。クゲ顔って言うんだよね。皇族顔っていうか、クゲ。まあ、皇族顔でも合ってるけど。ハートありがとう、ニャー。行ってきます。あれ。鍵どこやった?鍵がねえな。そうそう、クゲ。ではまあ天皇とかの家系、昔のだから源の頼朝に似てるとか言われたりする。しゃあしゃあ、なんかスタミナ切れって言われてたけど、風邪ひいてるんですよ僕今、熱あって。だからそれでね、呼吸が整わないだけの。で、スタミナはね、実はね、前回のはだから不服なんですよ、僕は。前回の途中でスタミナ切れちゃった。体調万全じゃないから悔しいんだよね。まあ言い訳だけどさ。本調子はなかった。そうでしょ、毎日あんだけ走ってた、あんだけ練習できてんのにさ。ありがとう安彦さん、ありがとう。ハート5個ありがとう、サンキュー。みんなアイテムありがとう。50分に家出るか。ありがとう。電車乗るよ、電車乗る乗る、乗ります、乗ります。今日まであと80キロまで超遠いよね。
面白いニュースだな。1万円硬貨を使って捕まった男が出てきたんだって。このニュースめっちゃ面白いよ。なんか1万円硬貨っていうのを使ってコンビニ で8500円の買い物をして、8500円を釣り取ったけど、なんかこの事件に不可解なところがいっぱいあるんだって。まずなんでこんなバレやすい1万円硬貨なんて使ったのかっていうところと、あとなんか昭和65年って記載されてるんだって。存在しないじゃん。そうそう。あと日本の硬貨なんだけど、昭和65年とか1万円の硬貨だったりとかで、裏側に記載されてる 橋の絵が刻印されてるんだけど、そんなもの存在しないんだって。だからこの人はパラレルワールドから来た人なんじゃないかっていう。しかもちゃんと劣化したコインなんだよ。そう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 。だから逮捕されたのはされたんだけど、そのパラレルワールドから来たんじゃないかって言われてるんだって。確かに不可解だよね。1万円硬貨とかさ、普通だったらさ、なんか使わないじゃん絶対。面白いねこれ。なんだこれ、ツイートしよう。何なんだろうこれ。変な事件だよね。これ徹底的に追及するべきでしょ。なんて言うんだろうこの男は。何これ。8分違いパラレルワールドだって。昭和65年が存在する8分違いのパラレルワールド。何なんだろうこれ。何この事件。昭和65年硬貨は他にも発見されてるんだって。昭和64年は7日間で終わってるわけじゃん。でもなぜか昭和85年硬貨があるんだって。複数見つかってるって。何これ。何これ。何これ。この事件超不可解なんだけど。仕事はバイトですね。 A 型作業所っていうところで働いてますね。あとはまあプロ配信者を名乗ってます。配信も仕事ですね。今も Now で仕事です。シュタインズゲートがよくわかんないけど、パラレルワールドから来たんじゃないかっていう。北海道だって。なんだこの偽札、意味がわかんねえな。偽硬貨か。でもさ、1万円硬貨なんかさ、こっちの人だったら絶対持ってないし使わないじゃん。どう考えても使うはずがないじゃん。こんなバレ、こんなわかる嘘っていうか、1万円硬貨なんかないのもわかってるし、本当に不可解な事件だよね。これ超裁判調べたいんだけど。何なんだろうこれ。裁判気になりすぎるんだ。で、本人がパラレルワールドから来たとか言ったらどう裁くんだろうね。俺統合失調症っていうかね、発達障害の気が強いね俺は。統合失調症持ってるけど。おはよう猫さん。まあ一生懸命生きて偉いっていうか、どんな人でも一生懸命生きてるよ。障害者だからとか甘えでしょ。そうそう、今日から仕事。記者会見の日は休みもらったけどね。面白いな。でもなんか月刊ムーみたいなソースだから、月刊ムーみたいなサイトがソースだから何とも言えないけど、今月いっぱいで終わりだからね仕事。あともう少しです。あともう1週間もないのか。あと1回2回3回4回5回6回7回8回9回か。出勤9回、違うな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58、59、60、61、
8回か。8回出勤して終わりですね、今の仕事は。何なんだろうこれ、変な事件。おはよう。保温球で温めてあげると元気出ると思う。ああ、保温球ね。仕事だよ、これから。今日はもう寝なかった。なんか寝つけないの分かってたから、もう配信分回しで、このまま仕事行く。で、ちょっとリスナーさんとも相談したんだけど、もう風邪が、ちょっと悪化するの怖いから、2日間トレーニングは休みます。次の練習日曜日がラストだし、体調直すことに。ナマポは辞退したんですか？ナマポは辞退じゃなくて、卒業しましたね。簡単に言うと停止と廃止があるんですけど、廃止の方を選んで、廃止の方を希望してたんですけど、無事廃止になりましたね。そうだよね。ちょっとこの風邪、戦えないから、本当に。ナマポは、今年の1月にも抜けてますね。だいぶ前に。長かったよね、ナマポ抜けるまでの道のりがね。ほんと苦労したもんね。みんなで頑張ったもんね。一応飲んだ。アネトンっていうの飲んだ。俺が一番効くのがこれだから。アネトンっていうの、あまり。仕事はもうだいぶ前からやってるかな。去年の8月ぐらいからやってるよね。去年の8月ぐらいからやってると思うよ。ニコ生町でやめたぐらいのタイミングかな。それくらいのタイミングだね、大体。そうだね。まあ働きたいと思ってて、やっと働ける場所が見つかったから、ほんと感謝してるね。ねえ、ずーっと仕事見つかんなかったから苦労したよ、ほんとに。あ、仕事って言っても、A 型作業所って言って、障害者の働く場所ですね。障害者の働く施設みたいなものを利用させていただいてると思ってください。精神障害者じゃないとちょっと分かりづらいかもしれない。ネットつながった。早かったね。一日でつながった。ソフトバンク対応良かったね。じゃあそろそろ行くわ、みんな。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。